開業10周年を迎えた京都水族館で10年分のハッピーニュースを振り返る企画展が開かれています。京都市の梅小路公園にある京都水族館は今年の3月14日で開業10周年を迎えました。これまでの感謝の思いを込め開かれているのが10年分のハッピーニュース展。京都水族館のスタッフから寄せられた10年間で目撃体験した幸せな出来事が新聞の見出しやテレビのニュース番組風に紹介されています。30件以上ものニュースの中では京都水族館で初めて生まれたペンギンの赤ちゃんのことやイワシパフェが好評だった話題など懐かしくも新しい驚きが伝えられています。水族館のスタッフからこの10年間で体験した出来事であったり、印象に残ったことをアンケートで募集をして、その中からピックアップしたニュースを言葉化して展示しています。なのでそういったいろんな、飼育スタッフの個人的な体験談であったり、生き物の誕生や成長であったり、そういったいろんな種類のニュースを見ていただいて、ぜひスタッフにも水族館自体にも親しみを持っていただけたらなというふうに思っております。さらに展示の横には期間限定でクレーンゲーム思い出キャッチフェスティバルが登場。開業から10年の思い出が詰まったここでしか手に入らない限定グッズが一挙に大放出されています。合わせて開催している思い出キャッチャーフェスティバルなんですけれども、こちらの方では過去に館内で展示していたサメの卵のカラーであったり、ペンギンがペアで赤ちゃんを育てるときに巣箱の中に置いていくギランという卵があるんですけれども、これ人工で作ったもので、もうこういったこう水族館ならでは の思い出の品であったりをちょっと一挙放出しているゲームです。当館では近づくともっと好きになるをコンセプトに運営しています。なのでぜひお越しいただいた方には、飼育スタッフや生き物たち、また一緒に来ていただいた方との心の距離縮めていただいて、でまたそれをもってこう身近な自然や生き物にもこう興味を持っていただけるようなきっかけにぜひつながればというふうに思っております。ぜひ皆さん展示を楽しんでください。企画展10年分のハッピーニュース展は6月30日まで開かれています。面白い展示盛りだくさんやね。すごいキャッチーで楽しそうなイベントでは、新聞の見出しとかね、面白い。世界初いうのをペンギンのニュースやから、ペカイ初って言ったりとかね。お前面白いな。グーでも10周年おめでとうございます。ほんまやおめでとうございます。楽しくて仕方がない京都水族館やけど、ね、クレーンゲーム思い出キャッチャーフェスティバル、そうですよ、ペンギンのギランやとか、いやそうあれすごかったですね。オオサンショウ柄のネクオマヒョウ柄とかね、ゼブラ柄とかは知ってますけど、関西のおばちゃんとかのおなじみの柄やけど、そうそうそう、オオサンショウ柄というのが、それ何それっていう新たな発見につながるかもしれない。多分近寄っても分からへんと思う。ここ何やろうってずっと思ってしまう。新たなトレンドがここから生まれるかもしれない。ほんまや、新しい堀江さんから始めていきましょう。これから集まんねんけど。でも面白いよな。いや本当にね、行きたくなっちゃう。ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。はい。